グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。ウッドデッキ下は防草シートを一面に張っているので草が生える心配はありません。防草シートを敷いた上にウッドデッキを設置すれば雑草対策にとても効果的です。ウッドフェンスで囲った空間はプライバシーが保たれてとても快適です。ウッドデッキの高さはお部屋との段差が少なく一体的に設置しました。ウッドデッキと目隠しフェンスは同じ材種で作りました。フェンスの隙間は外からの視線がカットできて風通りが良くなるように寸法を決めました。周辺環境に合わせてウッドフェンスの寸法を決めていきます。手作りのウッドフェンスなのでご希望に合わせて自由に設定ができます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。